どうも、宇宙博士の井筒智彦です。今回から数からの挑戦状というタイトルで毎月1回全12回にわたってですね、数の世界に隠れている不思議な話っていうのを紹介していきたいなと思います。とはいってもですね、僕自身算数数学そんな得意じゃなくて、なんか難しい式とか見るとね、うーってね、苦手意識を持っちゃうタイプなんですよね。一応宇宙の研究で、博士号は取ったんですけれども、あくまでこう数学ってなんか道具としてしか使ってなくて、なんか算数数学の面白い話って全然詳しくないんですよ。でただですね、いろいろこう教えてもらったり調べたりする中で、なんかそうなのみたいな驚きと発見があったので、なんかそれをね、一緒に楽しんでいけたらいいなというふうに思っています。この動画自体はですね、神戸大学大学院教授で数学者である谷口隆先生に監修していただいているので、なんかちょっとこう足りないところとか、誤解を招く表現があれば、なんか注釈が出るかもしれないんですけども、それを含めて安心してご覧いただければなと思います。ってことでね、早速一つ面白い話紹介していきましょうかね。今日の話はですね、すべての数は1になるというお話でございます。何でもいいので、なんか好きな数を一つ選んでみてください。なんかこう言うとね、マジシャンがブワートランプ広げて、なんか好きなカード1枚選んでみたいなね、なんかこの後ワクワクすることが起きそうな予感しますよね。で、好きな数を選んでもらって、でその数に対して次の2通りのどちらかの計算をしてください。その選んだ数がもし偶数なら2で割る、もし奇数だったら3をかけて1を足すという計算です。偶数奇数何かっていうと、偶数っていうのは2で割り算をした時に割り切れる数のことですね。だから2、4、6、8、10、12、14、だだだだと続く数で、一方奇数っていうのは2で割り算をした時に1余って割り切れない数ですね。だからこう1、3、5、7、9、11、13、だだだだと続く数で、選んでもらった数に対して偶数なら2で割る、奇数なら3かけて1足すっていう計算をしてもらって、で計算して出てきた数に対しても同じように偶数なら2で割る、奇数なら3をかけて1を足すっていう計算をしてください。でこれをずっと続けてもらうと、そうすると最初にどんな数を選んでも最終的には1にたどり着くっぽいんですね。はい、ちょっと試してみましょうかね。じゃあ例えばね、5をやってみると、5っていうのは2で割り切れない奇数なので、3をかけて1を足します。 5×3 は15で、15+1で16になりますと。で今度この16っていうのは2で割り切れる偶数なので、その2で割り算をします。なので16÷2で8になります。で8もまた偶数なので2で割り算をします。8÷2で4と。で4もまた偶数なので2で割り算をします。4÷2で2で、2も偶数なので2÷2で1、1になりましたよと。もう一個試してみましょうかね。じゃ今度ね、5のお隣の6でやってみましょう。で6っていうのは2で割り切れる偶数なので、6÷2で3になりますと。で、今度3は奇数なので、3×1足すということで、3×3で9、9+1で10になりますと。で今度10は偶数なので、10÷2で5が出てきます。5はさっきやりましたね。ということで5は奇数なので 3×1 足します。 5×3 で15、 15+1 で16で、16は偶数なので 16÷2 で8で、8も偶数なので 8÷2 で4、 4も偶数なので 4÷2 で2、 2÷2 で1になると、いうことなんですね。でこの問題っていうのは1937年にドイツの数学者ローター・コラッツさんが発見したことから、コラッツ予想なんていうふうに呼ばれています。でこの数学の世界でいう予想っていうのは、ちょっと僕らが思う予想と違って、なんか僕らはね、なんかこの試合どっちのチームが勝つかなとか、なんか今日の晩ご飯ハンバーグかなみたいな予想をして、それは当たったり外れたりするわけなんですけども、数学の世界に出てくる予想っていうのはプロの数学者の先生たちが見て、おそらく正しいだろうと、一応信じていることなんですね。ただこのコラッツ予想自体が本当に全部の数に対して、その計算を続けていったら1になりますよっていうのが正しいのかどうか、あるいは間違っているのかっていうのはまだ謎に包まれてるんですね。いわゆる未解決問題の一つになってます。でこのコラッツ予想っていうのが本当に全部の数に対して正しいんですよっていうのを数学的に証明しようとすると結構大変らしいんですね。だから実際1937年から80年以上、85年以上にわたって、数学者の人たちがこう頭を悩ませているけどもまだ解決してないと。これが結構すごいなと思って、
なんかそのどんな数選んでも偶数なら2で割ります、奇数なら3をかけて1ますってめちゃめちゃなんか単純じゃないですか。なんかこう見た目は単純なんだけれども解くのが必ずしも簡単とは限らないというのがなかなか面白いなと思って、要はだからもう見た目で判断しちゃダメってことなんですよね。でただこれね、間違ってることを証明するのって実はすごく単純で、この計算を続けていっても1にならない数っていうのを見つけちゃえばいいと。で例えば可能性としてあるのは、なんかこう堂々巡りしちゃうパターンっていうんですかね。例えばなんかある数がありますと、で、まあ、2で割ります、2で割ります、3かけて1足したら元の数に戻っちゃいましたみたいな、なんかいくつかの数の間で堂々巡りして延々にこう1にたどり着かないみたいなものを見つける、あるいはこう計算を続けていった時に、無限大までなんか大きくなっちゃうような数を見つける、ことができればですね、コラッツ予想は間違ってますよってことが言えるわけですね。もしそういう数見つけたら、まあ、めちゃめちゃ大発見なんですね。まあ、世界中に名前が知れ渡ることになるんですけれども、一個ね、面白い数字があって、27っていうのがなかなかね、いけててですね。なんかまあ、そんなに大きくない、割と身近な数字じゃないですか。で、これ、まあ、最初、まあ、奇数なんで、3かけて1足しますっていうのをやると、まあ、82になって、でね、偶数なんで2になって41になって、124になって、62になって、31になってってあるんですけど、こう計算続けていくと、なんと、途中で、9232になるんですよ。すごくないですか ?27 が、そんなに1万近い数までなんかこう爆発しちゃうっていうんですかね。だから、意外と大したことなさそうな数字も計算するとなんか大きくなっちゃうみたいな可能性っていうのがあるんですね。で、まあ、ただこの27っていうのが9232になるんだけども、やっぱり続けていくと最終的にはこう1になっちゃうと、いう感じなんで、結構だからなんかやってみると面白いっていうことがあるので、まあ、とにかくね、一個試してみてほしいなと、思います。で、まあ、最初にどんな数を選んでいいのか迷ったらですね、なんか例えば自分の年齢とかね、あとはこう身の回りにいる人の年齢でやってみるのがおすすめです。ただまあ今言ったみたいに、27歳の人には注意ですね。めちゃめちゃ大変、1回9232になってて、全部で100回以上の計算をしてようやく1になるんで、結構大変なんですけども、これもね、いくつかやっていくと、もしかしたら法則っぽいのが見つかるかもしれないですよね。なんかそしたらもう夏休みの自由研究にもぴったりですし、もしかしたら夏休みの自由研究どころか、本当数学者の研究に匹敵するような法則も見つかっちゃうかもしれないんで、ぜひね、手を動かしてみてほしいなと思います。で、まあ、こういう話をするとですね、確かにこの問題自体面白いかもしれないけども、それって何の役に立つのっていうふうにまあ思う方もいるかもしれないんですが、これ神戸大学の谷口先生によりますと、なんかこう数学の問題っていうのは、まあ、その問題をこう解く過程で得られた新しい理論とか、でその解く過程で得られた新しい数学の技術っていうのが、なんかこう数学とかも他の分野にこう結構役立つっていうことがあるみたいで、でこのコラッツ予想に関して言うと、結構いろんな分野に刺激を与えているらしくて、整数論、エルゴード理論、力学系、数学基礎論、確率論、確率仮定論、計算機科学とか、結構すでにいろんな分野に対してですね、なんか新しい問題が出てきて刺激を与えるっていうことが起きてるらしいんですね。で、なんかこう一つ格言があって、なんかこう問題の価値、その問題が価値があるのかどうかっていうのは、その問題自体よりもそれが生み出すこう別の問題によって決まりますと。そういう意味で言うとコラッツ予想というのはすでにいろんな分野に刺激を与えているので、なんかこう学者的に見てもめちゃめちゃ価値の高い問題らしいんですね。なんかやっぱこれもすごいなと思って、本当そのね、偶数なら2で割る、奇数なら3かけて1足すっていう、すごくこう見た目単純な問題がこんなに奥が深いっていうのがですね、めちゃめちゃなんか驚きましたね。だからとにかく試してみてほしいなと思います。なんだか難しそうでろくな問題じゃないなって思わずに、しのごの言わずにね、手を動かしてみると、でこれ実際やってみるとね、案外面白いんでね、ぜひトライしてみてください。でもし27に匹敵するような結構面白い可能性を秘めた数字を見つけたら、ぜひ教えてください、というような感じでですね、まあ、この数からの挑戦状、いろいろねちょっと手を動かしてみたくなるようなね、面白い話をね紹介していけたらいいなと思いますので、引き続き、ご贔屓いただければと思います、今日長い時間お付き合いいただきありがとうございます。ということで皆さん、素敵な一日を過ごしください。じゃあね。